岬町の住所でここ入れないってやばいっすね。岬ディスってんの。これディス。岬ディスってんでしょそれ。ああ。練馬がっかみたいな感じ。あの長川県。もうディスってんの。今日はこのスーパーブランドの、まあ、サーフィンデイワンですね。デイワンはこのスーパーブランドのシリアルキラー、シリアルキーラーです。ごめんなさい。シリアルキーラーを使います。5-2。ツインフィンです。で、ツインフィンでちょっとサーフィンの調子というか、このレールを使ったサーフィン、それを少し意識しながら、昨日やってないブランクを取り戻そうっていう。ただ単にこう、ただ闇雲にショートボードでガツガツやるのもいいんですけど、たまにはこういうツインフィンで、レールトゥーレールというか、まあ、このレールで乗るフィーリングを一回思い出してから、普通のショートに戻した方が、すんなりアジャストできたりするんで。なるほど。必ずこういう、レールを使える人はしっかりツインフィンの板乗れる人だと思うし、逆にレールを使えない人はこういうツインフィンの板を乗るとレールを使ったサーフィンができるんじゃないかなと思います。今日はこの行く前にあんまり試せなかったもので、スーパーブランドのこれハイパフォーマンスボードなんですけど、ブラックアウト、ブラックアウトをちょっと後半乗っていこうかなと。ブラックアウト5-9、まあ、ハイパフォーマンス用のボードなんで、ちょっとね、シダの波と違うんですけど、まあちょっと今日は手始めということで、目がもうぼってり腫れちゃいました。ふらふら、頭がふらふら。今日は、はい、ツインの方が調子よかった。ただ、はい、この分かったことは、このパフォーマンス系はすげえサイズ上がった時でいいかなと思った、はい、意外とサイズなくてもいけっかなと思ったけど、それはそれ用で
やっぱすげえこの時のためにすげえ体調整してんのに、ウェットとこの寒さで。これ真冬ですね。真冬。はい。真っ冬ですよ、これ。もう、2時とかっすよ。1時間で、あと1時間で閉まることも教えてくれなかったでしょう。あ、そうですね。いやー、ちょっと、あれぐらいは教えてほしかった。あと1時間で開くよぐらい言ってくれや、はい、待ちますみたいな。はい。もう待ってなかったでしょうけどね。はい。待ってなかったですね。まあ気持ちはわかります。そうですね。はい。そういうこと言っちゃいけないけど。いけないですね。いけないけど、でもなんか、あ、500円っすよ。高くないっすか？だからもうあと1時間で閉まるから、半額でいいよとか、そんな、アロハバイブス、あいつら、あっ、いいのいねえのかよ。てっぺいくん、悪いとこ出てるよ。ピーピーでしたよ、今。ピー入れといてください。はい、多分もう分かってると思うけど、俺面白いと思えば、うん、YouTube 入れちゃうから。入れちゃうから、ね。コンプラだけかけてください。はい、了解、じゃあ。規制がかかって再生されないといけないんで。いやー、でも、うん、久々の日本サーフィン、はい、久々でもねえか、この間3月に来てっかな。いや、でも面白かったっすね。楽ちんです。ここが僕が日本にいた時によく行ってたレストランで、でうちの嫁とよく出会ったぐらいの時に初めてのデートで行ったレストランです。ピトン。ヒロミさん OK です。すいません。こんにちは。久しぶり。元気ですか？元気。昨日帰ってきたから。ここちょっと今 YouTube のチャンネルやってて、ちょっと撮りに行こう。どうした？痩せた？色黒くなかった。あ、そうそうそう。色がやばい黒いかな。ヒロミさんです。ありがとうございます。あの、もう俺の第二のママです。第二の母ちゃんです。頑張ってよ。頑張ります。ありがとうございます。頑張って。よかったです。これでここに来たミッションコンプリートです。です。あったかいから眠い。そうですね。歌詞変えたパターンですか？歌詞変えたパターンで、やっちまいました。覚えやすい、そういうプロポーズの方がいいかなみたいなっていうので、はい、嫁が出てた PV の曲を変えて歌ったっていう、はい、多分視聴者さんは、うん、まあ、その話すごい素敵なんですけど、多分歌詞が気になるですね。それは言えない。やばい、覚えてないっすね。やばい、覚えてても言えないっす。 OK、 でも、はい、嫁が最初のデートでここで食べたものは覚えてる。あ、本当ですか？うん、うん、さっきあった。ちなみにホタテと、はい、エビのトマトクリームスパゲティとか、なんかそんな感じだった。へえ、それすごいですね、覚えてるの、うん、そうそう、頼んで、はい、一口二口食べてお腹いっぱいって言ってます。今考えると嘘つけって思います。可愛いなぁとか。可愛いですね、はい、これちょっとビデオ撮るのやばいっすよ多分ね。やっぱりあの村上俊は最高でした。そんなこと最低ですよ。でも慣れたって多分ね。とりあえずビール買いに行きます。